理学部科学東関東京大学大学院理学系研究科は東京大学に設置される大学院研究科の一つである。また東京大学理学部は東京大学に設置される学部の一つである。理学部と理学系研究科は一体となって運営されているためこの記事で合わせて解説する。理学部の施設は学部事務室の置かれている。 東京都文京区本郷の本郷キャンパスのほか、どうやよいの浅野キャンパス、目黒区駒場の駒場合キャンパスにも分散している。また理学系研究科の一部研究室は、千葉県柏市柏の八区の柏キャンパスにも置かれている。理学部のスクールカラーはカバ色である。また、理学系研究科、理学部のロゴマークも存在し、D と S の文字を図案化したものとなっている。 ロゴマークは2007年に制定された。理科大学本館小石川植物園を訪れたアインシュタイン小芝ホール理学部は1877年の東京大学東京大学設立時からある学部の一つであり、特に科学科は1877年に卒業生を出した唯一の学科である。当初は数学科、物理学科、科学科、生物学科、生学科。 工学科、地質学科、最高夜勤学科の八学科で構成されていた。また、学部設置とともに、小石川植物園が東京大学理学部付属施設となった。1885年には、工学科及び最高夜勤学科学科が新設の工芸学部に移り、その翌年の百八十六年には、数学科、生学科、物理学科、科学科、動物学科、 植物学科、地質学科からなる帝国大学理科大学となった。同時に臨海実験所も設置された。1919年に東京帝国大学理学部となった後は地理学科、天文学科、地震学科、人類学科等学科新設、解消が行われたが、1949年に新生東京大学理学部となる際に学科の統合が行われ、 数学科、物理学科、科学科、生物学科、地学科となった。その後、以下の学科改組、新設が行われ、現在に至る。科学科、生物学科の一部の講座と理工学研究所の一部を改組して、1958年に生物科学科が設置された。物理学科の各家庭は1967年に分割されて、それぞれ独立した学科となったが、 そのうち地球物理学科は1991年に理学部附属地球物理研究施設と統合して地球惑星物理学科となった。1970年に設置された理学部附属情報科学研究施設を開祖して情報科学科が1975年に設置された。地学科は2006年度に開祖され地球惑星環境学科となった。地学科には地質学、 鉱物学コースと地理学コースのコース分けがあったが、地球惑星環境学科ではカリキュラムが一本化され、コースの区別はなくなった。2007年には工術の生物情報科学学部教育プログラムを発展させて、日本の大学では初めての生物情報科学科を新設し、2009年度新学者から受け入れを開始した。大学院に関しては、百五十三年に、 新生大学院が設置された当初は、数物系研究科、科学系研究科、生物系研究科といった部局横断的な研究科が設置され、理学部の核学科に対応した大学院課程は3研究科に分散しておかれていたが、1965年には理学系研究科など各学部に対応した研究家に再編された。 理学系研究科は1992年から1993年にかけて大学院重点化された。大学院重点化については当初は学部を大学院に統合する大学院重点化を計画していたが制度面で混乱が生じたため最終的には大学院部局化による大学院重点化を行うこととなった。また、この大学院重点化と同時に 従来理学系研究科に属していた数学専攻は数理科学研究科数理科学専攻へ移行した。1995年には動物学専攻、植物学専攻、人類学専攻の3専攻が統合されて生物科学専攻となり、2000年には地球惑星物理学専攻、地質学専攻、鉱物学専攻、地理学専攻の4専攻が統合されて、 地球惑星科学専攻となった。2001年には情報科学専攻が情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻へ移行。2014年に生物科学専攻と生物科学専攻が統合し生物科学専攻となり、現在のご専攻体制となった。理学部理学系研究科付属施設日光植物園。 三崎臨海実験初期年間かつて存在した施設21世紀 COE プログラム理学系研究科では以下の4件が文部科学省の21世紀 COE プログラムに採択された。グローバル COE プログラム理学系研究科では以下の3件が文部科学省のグローバル COE プログラムに採択されている。理学部ではべての学科で演習または実験。 実習が必修となっている。また、学部教育特別プログラムとして2005年より、生物情報科学学部教育プログラム及び、アクチュアリー、統計プログラムが行われている。東京大学理学部では、学部全体の同窓会は存在せず、各学科ごとの同窓会のみとなっている。ありがとうございます。